2月19日1日の取引を終えました。日経平均株価は続伸でした。昨日に比べて20円80銭高い2万1302円65銭で終えています。2万1300円台に乗せてきました。トピックスも昨日に比べて 4.56 ポイント高の1606ですね、 1606.52 ということで、こちらも1600ポイント台で値固めに入った格好です。ただ指数こそプラスですが、東証一部では値上がり値下がり数がさすがに拮抗し始めています。昨日大きく買われていましたので、今日もなかなか大幅に買い越すといった格好にはなっていません。東証一部今日の値上がり数は全体の 49% に当たる1000飛んで49銘柄、下落もそれなりにあって 45% に当たる976であります。1000対970ですから、値上がり値下がり数自体は拮抗、指数は小幅高というのが東証一部の動きです。マザーズ指数 7.9 ポイントパーセンテージにして 0.9% 高の883ということで、こちらもプラス。日経ジャスダック平均 0.2% 高9円高ということで、こちらもプラスであります。東京市場は4指数ともプラス圏で今日1日の取引を終えました。日経225を一目均衡表で見てみましょう。こちらですね、日経平均は2万1000円台で値固めなるかといったところでありますが、2万1000円この線を昨日今日と超えてきています。そして一目均衡表でも現在のローソク足というのが雲の上にありますし、そしてこの緑色の転換線がこの赤い基準線を等に上抜いています。そして今日の株価水準を26日前に戻したこの地高スパンですね、こちらが当時のローソク足よりも上にありますので、いわゆる三役好転状態、強い上昇トレンドとされる形が次元しています。そして節目の2万1000円を超えて値固めに入っています。このまま戻りトレンド、上昇トレンドが続くかといったところであります。日経平均株価の週足チャートを見てみましょう。日経平均このところ戻してはいるんですが、ニューヨークダウなどアメリカ株に比べるとやや戻りとしては遅い戻り足になっています。日経平均株価まず週足でご覧いただきましょう。日経平均の週足こちらですね、12月年始年末年始のところで下げてそのままリバウンド基調ですが、年末に下げる前の水準にはまだまだ届いていない、このあたりというのが日経平均になります。一方でニューヨークダウ週足でありますけども、ニューヨークダウは先週末までで週間ベースでカウントすると8週連続の上昇というのがアメリカ株のこのところの強さであります。ニューヨークダウの週足チャート、ニューヨークダウは下落する前ですね、年末下落の前の水準を取り戻してきています。この陽線が連続している年明け以降の V 字回復というのがニューヨークダウ、これにチャート形状的にはこれに比べますと日経平均はやや戻りが甘いといった格好です。今日の東京市場、基本的には東証一部では上昇下落半々の中で、今日特に目立って買われていたセクターが原油関連株であります。例えば5017の富士石油、こちら年末にかけてですね、冷やしチャートでご覧いただきましょう。年末以降このように弱いトレンド、底ばい状態が続いていました。そして先週に通期業績の下方修正を発表したんですが、そのあたりで大きく売られています。とはいえ直近ここ数日はなんとかボトムを打って上に行きたがっているというチャート形状、5日移動平均線も今日の上昇でなんとか上向きになってきました。今日は原油関連株が多くが買われています。原油価格が最近戻していまして、このあたりが東京市場の関連銘柄にも追い風となっているようです。一方で積極的な買いといったものは見られませんけども、空売り比率の高い銘柄ですね、このあたりに買い戻しの動きが一部あるようです。例えば9022 JR 東海です。 JR 東海はここ数週間2万3500円から2万4000円の間で揉み合いが続いていましたけども、今日はその水準を一気に上抜けるところ、2万4470円で1日の取引を終えています。
3500円から4000円の持ち合いを今日上抜いてきました。特段 JR 東海に関する個別ニュース確認されていないんですけども、直近の信用倍率 0.1 倍ということで、かなり空売りの比率が多くなっています。まあ、このあたり、まあ、足元の株価が意外と崩れそうにないということで、まあ、そちらが売り方の買い戻し踏み上げを誘っているのかもしれません。今日は一気にレンジを上の方向に離れる動きとなりました。今日の東京市場、指数的には小幅高、日経平均トピックスプラスですが、東証一部の上昇と下落がおよそ半々ということで、やや統制が甘くなって統制が落ち着いてきています。もっとも今夜のアメリカ待ちというところもあるのかもしれません。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。